なぜなら、おかえりなさい。よ。分かってんじゃん。お誕生日おめでとう。
ありがとう。ひまわり、ろうそくの火を消していいぞ。うん。影分身。なぜ母ちゃん！お父さんは里のみんなのためにずっと頑張ってる。決してあなたたちをないがしろにしているわけじゃないの。なんで俺の父ちゃんがおかげなんだよ！一日中机の前で偉そうにしてるだけだろ！誰でもいいじゃねえか！おかげは大変な務めなの。代々伝わる里にとってとても大切な存在なのよ。じゃあおかげの子供たちにも代々このくだらねえ状況をありがたく伝えてきたんだろうよ。そういやじいちゃんもほかげだったって言うけどさ、父ちゃんがガキの頃はほかげのじいちゃんはこの世にもういなかったって言うじゃん。そしたら親子のこの楽しい状況も知らずに住んでたんじゃねえのかな。確かに大切な日にお父さんがいないのは寂しいけど、あなたはお父さんの時とは違う。あなたにはお父さんがいてくれる。俺はいいんだ。でもひまわりにはもういいや。今さら帰ってきても遅えんだよ。くそーや！じ、あ、そのすいません、俺父ちゃんと勘違いして。ナルトの息子か。名は渦巻ボルト。ボルト、どうしたの？もしかして、サスケくん？ナルトはいるか？まだ、ほかげ室だと思うけど。そうか、邪魔したな。やっちまった。ああ。サスケ。何かあったのか？いや。ていうか、その質問は俺の方だ。何があったんだ？お前が帰ってくるってことは。これは？かぐやの城の土産だ。中身は俺のリンネガンでも読めん。それに
気になる輩もいた。追っては来なかったが。この巻物は解読に回す。そういえば、お前のガキに会った。昔のお前そっくりだったな。いや、あいつはどちらかというと昔のお前に近い。いや、やっぱりあいつは昔のお前とも違う。俺たちが時代遅れなのかもな。それは違うな。忍びの本質は変わらない。お前のガキだとし、どうだかね。この言い合いはおそらく俺の勝ちだってばよ。うっすらトンカチが。あの人は父ちゃんに会いに屋敷に向かったはず。だったら帰りがけのタイミングを狙って、あのおっちゃんが本物か見極めてやる。よし。よし、ここらで待っ。今だ！
け。けどまだまだ。どんだけ強いか見せてもらうからさ。ここだ。ちょっと、ちょっと、ちょっと、あんたも見えよ。よっしゃ。影分身？何の真似だ。あの、試すようなことしてすみません。実は、おっちゃんが父ちゃんのライバルだったって聞いたことがあって、それで、その、お願いがあるんだ。俺を弟子にしてくれ。どうしても倒したい奴がいるんだ。螺旋丸はできるのか？え？それもできないで、弟子はないな。この言い合いは、おそらく俺の勝ちだってばよ。ナルト、さっきの勝負、まだわからんぞ。
ほら、もう一度だ。分かってんよ。しかし、お前に螺旋丸を教える日が来るとはな。俺に教えを請いに来た時は夢かと思ったぞ。これまあ俺もやる気が出てきたというか、とにかく今は猛烈に螺旋丸を覚えてんだ。くぅ、ようやくお前も忍びらしくなってきたってことだな。ボルトがあんなに熱くなるなんて。私も負けてられない。あれ？こっちに歩いてったのに。パーパーってばどこ行ったんだろう。なんだ。あのさ、もしよかったらその修行をつけてほしいんだけど。修行？うん、ボルトと修行やろうと思ったけど、あんなだし、このハマル先生はボルトにつきっきりだし。この里には他にも頼れる忍びはいるだろう。サラダはあなたに修行をつけてほしいのよ。せっかく戻ってきてるんだもんね。ついてこい。いいか、修行といっても今のお前にしてやれるのは実戦演習くらいだ。十分。始めるぞ。お願いします。
開始。パパ、今ね、攻撃は組み立てが重要だ。近接攻撃だけに頼らず、飛び道具での牽制も忘れるな。今ね、こっちは遅い。やめの手じく。攻撃後の隙が最も危険だ。敵はそこを狙ってくる。はい。準備が甘い。必ずしも身を守ることを忘れるな。無駄に使えば勝利は遠い。こっちだ。カトン。この手合わせは何よりも大切な一戦になったよ。お前にはこれで十分だろう。これで終わり？正直なところ、今のお前に教えることはない。お前の強さは俺がよく知っている。今はお前より導かねばならない存在がいる。サラダ。そんな顔するな。また今度な。ありがとう、パパ。
もはやこの大地に用はない。錦式は行くぞ。狙いはかぐやが取り損ねた畜生。狐狩りだ。嘘だろ、これ。あの得得難易度 A ランクの螺旋丸をこの数日で。よっしゃー！なんてやつだ。この浜野先生、サンキューな。これで弟子入りできる。おお、だな。驚かせてやる。弟子入り。さーて、サスケのおっちゃんはどこに行っかな。里にいればいいけど。いなかったら森ん中かな。なんか いた。その目でしっかり見てくれってばさ。随分と小さいな。それではできていることに。最後まで話を聞かないやつだ。どうしました？なるほど、ひどい話ですね。では私がいいものをあげましょう。それって
これを使えばその方に認められるはずですよ。これからはクール、スマートに、小さな労力で限りなく大きな成果を導き出す。努力や根性といった言葉はもう時代遅れなんです。あなたが新しい時代の先頭に立つんです。科学忍具を使って次世代の忍びってやつをみんなに教えてあげるんですよ。その師匠気取りの方と七代目にもね。さあ、新しい和歌の実力を見せてきてください。おう、サスケのおっちゃんはまだ森にいるかな。とりあえず行ってみるってばさ。サスケのおっちゃん、今度こそ認めさせてやるってばさ。どうだ、よくも少ない時間でそこまでできたな。父ちゃんとは違うんだよ、才能が。確かにお前はナルトとは違うようだ。そう思いたくはなかったが。で、どうなんだよ。いいだろう、弟子にしてやる。で、何すんだってばさ。
まずはお前の実力を測る。え？でもこの前もやったじゃん。あの時のあれが全力だというのか？全然ちげえし、あの時は本気なんか出してねえし。だからだ、お前の本当の力を見せてみろ。わかったよ。前の俺と今の俺が全然違うこと教えてやる。生まれ変わった俺の実力を見せてやれ。生まれ変わったか。強えだろ俺。俺は本当の力を見せろと言った。だがこれがお前の答えってことだな。どういうことだってばさ。なんだよ。一つ尋ねる。お前はなぜ俺への弟子入りを求めた？なぜって、そりゃ父ちゃんの弱点を教えてもらって、そんで
父ちゃんに勝ちてえからだ。うすらトンカチが。うすら何？いいだろう。望み通り、これから修行を始める。よっしゃ。ボルト、遅いね。あいつ、今日が中忍試験だってことまさか忘れてんじゃないでしょうね。さすがにそれは。ありえねえってばさ。あんた、また遅刻。悪い悪い、思った以上に修行が長引いちまってさ。そういや、あんたパパに弟子入りしたらしいじゃない。どうなのよ、その成果は。ま、それは見てのお楽しみってことで。ふーん、随分と自信があるようね。じゃあ、その修行成果を示すためにもさっさと筆記試験をクリアしなきゃね。え、筆記試験ってなんだよ。なの一言も聞いてねえぞ。あるから、書いてあるから、中忍試験の注意書きに。嘘だろ、修行ばかりやってたから筆記試験の対策なんて立ててねえってばさ。噂によると筆記試験は忍界の歴史が出題されるらしいね。まだ開始まで時間もあるし、復習したらどうかな。つうか、普段から忍界の歴史くらい頭に入れときなさいよね。むむむ。ほら、行くよ。ほかげの屋敷の前で木の葉丸先生が待ってる。こらこら。ん？あのね。うん。
やあ。あのな、あのよ、ああ、ボルト、あいつ今日が中忍試験だって。3人とも待っていたぞ。中忍試験の準備は整っているか。そうか、それな、よし。